どうも皆さん、いかがお過ごしでしょうか。小屋のでございます。最近結構バイト多く入れてるんですけども、僕ってギャンカスで留年していて、おっちょこちょいで、大学生時代就活できなかったので、とんでもなく、仕事できないというか、おまぬけな人間なんですけども、小屋のね、バイトやらかしランキング、こちらをね、発表させていただこうかなというふうに思います。まず、第、ね、8位から発表しましょう。第8位。つまみ食いです。お腹すきました。いや、その日はね、確かね、カラオケ屋のバイトだった。確か日雇いバイトだったんだけども、いっぱい同じタイミングの人がバンバカとかとか、投入されたんだけども、なんか役員だとかね、偉そうな人がたくさんいたんですよ。で、偉そうな人のところにメニューを持っていくみたいな、そういう仕事だったんですけども、途中10時過ぎぐらいから客が帰り始めて、でそれで大企業の役員の人たちって生意気だからね、こう残すんですよ、いっぱいね。で、僕その日確かこう飯食うの忘れて、むちゃくちゃお腹空いてたから、片付けるときに、ピザとかね、ポテトとか、バクバクつまみ食いしまくったんだよ。バレなきゃいいだろうって感じで、周りにいた奴らもみんな、バクバクもう食いまくって、で、ポテトやらピザやらをいっぱい食べてましたね。その後、見られてたのかわかりませんけども、タイミーではね、当然、バッド評価がつきました。すごい残念なんですけども、ね、お腹空いてたの。カラオケ屋店のね、残り物ですから、もう当然廃棄されるんですよ。みんな廃棄されるんだったら、俺の胃の中に流し込む。これは SDGs 精神にのっとってやってるので、俺は全くもって、悪いことしたと思ってません。どうせ捨てられるんだったら、俺の胃の中に廃棄した方がいいだろうっていう精神で食べてたので、本当にうまかったですね。で、バット評価ついたけども、その日の食品浮いたんでね。バット上等で、そんな仕事をしたという話です。これが第8位。これが第8位です。第7位発表します。第7位、皿を割りまくるですね。飲食店バイトとかさ、居酒屋とかで、よく洗い物とかよくやるんだけど。わしね、手が不器用なんだよ。ね。こう、バリーンって。毎回来るたびに1枚か2枚やってるから。店長から、いつまでやってんだって、呆れ顔でね、言われました。でも、表情は笑ってましたけどね。目が笑っております。怖いですね。やっぱね、皿を割らないようにしようとすると難しいんですよ。特に、居酒屋ってめちゃくちゃ繁盛してるじゃないですか。繁盛してるからスピード遅いとね、ギャギャ言われるのに、ね、さらにね、こうスピード速くして、うわーってやると、皿を割るみたいなミスが発生するんですよ。でもね、居酒屋の人とかね、そういう飲食店の人はね、皿を洗うスピードとかさ、もうちょっと指導してほしいし、なんなら落としても問題ない皿を使ってほしい。これはわしのわがままなんですけど、ともかく、皿をバリーンってやりまくって、目をつけたというのが、第7位ございます。第6位はですね、人のカッターをなくすですね。カッター、貸してもらったんですけども、僕いつも忘れ物しがちなので、あれ、すいません、カッターなくしちゃいましたって、使いねえな、なくしちゃうんじゃねえよみたいな感じでちょっと睨まれたんですけど、その後僕がね、100円玉を渡して、いや、これすいません、カッター代に当ててください、本当に今日は申し訳ございませんみたいなこと言ったら、日本人ってやっぱりね、こう謙遜の文化があるんで、あ、いいんですよ全然って言うんですけどね、こう、カッターなくしたって言った時に目が笑ってますんで、それは当然ですよね、人のものを勝手になくすんですから。これが人のカッターをなくすのが第6位でした。で、まだまだありますね。これだけ言ってもまだあと5個ある。
第5位、引っ越し屋で人の部屋にぶつけまくるですね。私見ての通り腕鉛筆なんですよね。最近ちょっとなんか肉がついてきたんですけども、まあ、基本的にあんま食わないので鉛筆なんですよ。当然この鉛筆の腕で持つと何が発生するかというと物が持てないんですよね。物が持てないし、確かその当時グリップ軍手、まあ、ちょっと高い軍手あるんだけど、こういうちょっとお高いね、こういう軍手ですね。こういうグリップ軍手っていうのを持ってなかったので、人の物をね、ぶつけまくりました。で、荷物持ってね、こう、うわーぶつけるんですよ、角に。お前何やってんだいい加減しろ使えねえなぶっ飛ばすぞまで言われました。それほどまでに使えませんでした。でも、そんなに使えないとかって言うんだよね。こう、初心者に未歓迎とかね。書いてもいいじゃん。ね、初心者未歓迎とか。ね、慣れてない奴が来るんだよ。私は単に、ね、誰でも歓迎してまーすっつって言ったら、使えなかったってだけなのに、それをね、わざわざこう、追求されるのは本当にムカつきます。ということで、これが、第5位ですね。まあ、本当にまあ、聞けちゃった曲には申し訳ないですけども、まあ、そういう重い荷物を持たした引っ越し業者の責任もあると思う。これが第5位でした。まだあります。第4位、客の品物を切るですね。クレーンゲームのアルバイト。クレーンゲームのアルバイト。あ、景品交換しまーすってこうドア開けてで景品交換した時に客の品物を蹴って、まあ、何やってんだよ。切れされました。まあ、そりゃそうですよね。人のせっかく自分が取った景品を蹴るんですから、まあ、精神誠実に対してあごめんなさい本当にすいませんって謝り通し、まあ、これに関しては、まあ、日頃罪悪感という言葉がねバグっているので私も本当に心から、ね、悪い思いをしましたですね、謝りました。まあ本当にすいませんでしたっていうのが第4位です。いやーまだあるんですね。トップ3、これ衝撃です。第3位、就職面談と電話をすっぽかし続けるですね。こうまあ就職エージェントっていたじゃん。こう前回俺の動画見てる人だったら分かるんだけど、就職エージェントにガチギレしまくる動画みたいなのあげたじゃないですか。ねえ、こう就職エージェントってしつこいんですね。なぜならば就活生をね、大学生を就活させると、こいつらにマージンが入ってくるんですよ。だから、まあ、なんとしてでも、もう、しつこいくらいにこう、小矢野くん、どうですかみたいなのね、聞いてくるんですよ。もう、1日に10件くらいかかってきた時もありましたね。あいつらほんとしつこい。で、まあ、就活面談とかっていうね、枠も作ってもらったんだけども、なんか僕はなんかこう、ガチギレ事件以降本当に就職のやる気がなくなって、で就職エージェントの人がいっぱい職探してきてくれたんだけども全部無視しました。申し訳ない。いやでも無理やり就職させようとするからわしの扱い方が悪いというとね、就活エージェントの人たちの には本当に悪いけどもね、本当に悪く思ってるんだけどもね、就活エージェントの人には本当悪く思ってるんですよ。でもまあなんか乗り気じゃないし、ね、それにお前らのお金のためになってるって思うとどうしても僕みたいな、ね、就活決まらない、ね、学生なんてみんなひねくれてるやつが多いんだ。そうなってくるともうみんなひねくれてるからこいつらの言うことを無視していいかみたいな感じになるんですよ ね。まあそれに就活エージェントなんてやってるやつはろくなやつがいないんで、まあこれは偏見なんですけどもろくなやつがいないと思ってるので、ね、世の中はね仕事はまあありますから、うん、そんなねこう就活エージェントとかね人に決められる人生が嫌だったのでね、もう全部ねこうブチギレ事件以降ね全部すっぽかしました。すまんね、ごめんごめん、悪いすいません。まあでもこれがまだ第3位ですね。第2位、バイト中に競馬です。これやるでしょ、やるやろ。みんな仕事中に競馬とか、競輪とか、競艇とかやるもんなんですよ。まあもちろんね、平日休みの人もいるだろうけども、
絶対仕事中に隠れてテレワークとかでこそ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 公営ギャンブルやってるやつは一定数いると私は思ってる。でバイト中になんか慣れてくるといい感じに5分か10分くらいトイレ休憩にサボれるポイントって存在するんですよ。そこを生かすんです。あ、5分間トイレってことにして競馬見よう、ね、土日とか特にやりますね。土日とか、まあ、たまにバイトとか入るんだけど5分か10分くらい、ね、こうちょろっと脱ぎ出してね、別にトイレの中まで監視カメラってないからさバレないんですよね。よし、じゃあちょっとトイレ休憩うんこするついでに競馬見るか。おお、丹大丹大来てるとかね、おい森何やってんだよとかね、あとはおい丸山させやみたいなことよく言いますね。実は塾バイト、まあ3回くらいクビになった話したっけな。まあもしかしたらなんですけども、バイト中に競馬見てるのバレたかもしれませんね。ちょっとトイレでね、こうスマホ見ながらちょっと出馬表見てたらね、そしたらリーダー格の人が隣にやってきてね、それをチラッと見てたんで、まあそれでまあ首切られちゃったかなって思うんですけども、まあ致し方ないですねっていうのが第2位でした。これだけのクズ声をしておきながら、まあまだ第1位が残ってるんですけど、第1位は某公共の施設で、公共の施設の中にいる職員の人たちが、まあ、全員やってきて謝罪させるっていう、まあ僕そんなに悪いことやってないんだけども、なんかこうやばいクレーマーに捕まっちゃって、某公共施設の人たちがお偉いさん方がみんな5人くらい集まってきて謝罪させたっていう、まあそんなやらかしをしました。はい、ということでね、いかがでしたでしょうか。これがね、僕のやらかしでございます。これだけね、一人でやらかしをしてしまった身でございますから、うん、もう何が悪かったやろうって思うと思います。まあ、特にまあつまみ食いに関してはまあそんなに悪いことした自覚ないんですけどもね、こんだけね適当な仕事をしてるね私であってもね、グッド率 97% ですからね。こんな適当な仕事するやつでもね、職はあるんだわ。だからね、こう今ね、僕と同じねニートやフリーターとかね、こう働けない人っていると思うんだけども、大丈夫ね、世の中ね、こんな適当な仕事してるやつでも給料もらえるんだから。だからね、画面の前のあなたもね、仕事できますということでね、はい、ね、これが私のね、実際にやってしまったこうバイトやらかしランキングトップ10でございましたね。まあ、言える範囲内でのやらかしは、まあ、ここら辺かなということで、ありがとうございましたね。またね、小屋のチャンネルではですね、こう大学生とか若い人向けのね、ティーネージャー向けのね、こう、情報を発信していくつもりですので、チャンネル登録よろしくお願いします。というわけで、ありがとうございました。あとね、こう、某公共施設職員を巻き込んで謝罪した話は、もっと詳しく語るつもりなので、次回その話をする。ではありがとうございました。バイバイ。